アパートに着きました。バルコニーからは海が見えます。で、ここがソファー、ここがキッチン、で、ここがシャワールームとトイレ、で、ここがバレンチーノの部屋。バレンチーノの部屋からも海が見えます。で、ここが私たちの部屋で、で、私たちの部屋にもバルコニーがついていて海が見えて、洗濯物を干す紐みたいなのがついています。こんにちは。今年の夏のバカンスはトゥールーズから車で3時間ぐらいのところにあるスペインの海辺の町のブラネスというところに来ています。本当は7月にバカンスに行く予定だったのですが、バレンチーノが怪我をしてまだしっかりと歩けなかったので9月に延長しました。で、トゥールーズはスペインの近くにある町で、車で2時間ぐらい南に走るともうスペインに入ってしまいます。なので家族連れのバカンスはスペインに行く人が多いです。特に子連れ旅行の場合は飛行機より断然車の方が楽ちんなので、今回はスペインのブラネスにしました。カメラが2台とも壊れているので、今回は友達に借りたコンパクトカメラで撮影しているのであまり画像が良くないんですが、最後までビデオを見てくれると嬉しいです。で、今回はバカンスの1日のルーティーンをやりたいと思います。朝は簡単にいちごの飲むヨーグルトとアップルソースとマドレーヌと、今スペインで流行っている恐竜のビスケットを揚げておしまいです。ちなみに私は桃と、あとバレンチーノの恐竜のビスケットとミルクティーです。ビビー、海の前の公園で遊んでいます。クロワッサンと、あびくこぼれるこぼれる、バレンチーノはオレンジジュースを飲んでいます。で、2回目の朝食はコーヒーとクロワッサンで、海の見えるカフェで食べています。私たちのアパートはここで、で、海は目の前にあります。おはようございます。今日は朝から海に来ています。すごい晴天で気持ちいいです。ウィーク危ない。Woo!
Tu vas aller là-bas avec papa? On va manger? これが野菜たっぷりのボロネーズソースです。貸しアパートのナイフはこれしかなかったので野菜を細かく切るのがすごい大変でした。今日は変わった形のパスタとステーキです。みくん、お肉おいしい？うん。切れてるのから食べるの。あーん。ボン。パパ。ルドがサンドイッチを作ってくれます。トマトの汁のみをサンドイッチにつけて、ハムを入れて、出来上がりです。海で食べるので3等分に切っておきます。Même les madeleines et tout, hein. Ouais. Mika. Elle est complètement spaced. Papa a fait le sandwich aussi. Aussi le sandwich. En espagnol, on dit bocadillo. Tu en dis? Ça c'est un caillou.Gracias. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué es tu lugar? Bueno. De todo. Yo voy. ¿Más no? ¿Y cómo te verás? Un diablo. Se chó, se chó. ¿Te verás? Un poquito, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Gracias.もう一人でシャワー浴びれるね。閉める。はい、おいしい。最後の日のバレンチーノのディナーはパスタにもう簡単にオリーブオイルとベーコンを入れて塩で味付けしたものです。おいしいな。Il suffit. Allez, on va y aller.
これはウィーク、タコ食べる？はい、これはタコのキムチ焼きです。タコ美味しい？タコ初めて食べるな。チェックパパチェック。タコもキムチも初めてだ。これがチーズの揚げたもので蜂蜜につけて食べます。エクスプロージョン、エクスプロージョン。おいしい。バランチロ、炭で焼かれてます。おいしい、おいしい、おいしい。お肉エボ、皿の上にはワニが乗ってます。デザートはリンゴの餃子とアイスクリームです。餃子とパーマ、リンゴ、リンゴ、おいしい。今回のバカンスの最終日はソローサというアペロのレストランに来ました。すごい創作料理ですごく美味しかったです。で、中はこんな感じになってます。これね、ウェパパッチャスペインの子供は夜の10時ぐらいでも公園で遊んでます。今は夜の10時ぐらいで今からお家に帰って寝ます。今日はバカンスの最終日で明日の朝フランスに帰ります。それではまた。